今回ステータスでぶん殴ります。はい、どうもこんにちは、関根です。ということでですね、本日はですね、またね、昨日やった動画、ファイト8赤犬で行って、最終的に結局ね、パーセントをもういつも通りのガチパと一緒のパーセンテージで行ったらいけんじゃねって言ってやっていったんだけど、今回はもうゴリゴリに檻に使っていこうかなと思って出てるから、昨日よりは低い、まあとはいえ 171.7 のフルブまあ高いっしょ。まあで裏気泥なんだけど、87、まあ87でもまあいけんじゃね、強いっしょ。よし、一戦目よろしく。いや、今回はね、もう昨日とは違い、一戦目からもうフルでいくよ。ボコボコに叩き潰したい。いたー、人が気持ちよく笑ってる時に。けどいいね、普通だったらもう死んでるよね、昨日のあれだったらね。だってこれひょっとしてミスった。大丈夫、あれ俺何やってんの。あれ無双できるはずでは。なんかもう一瞬でボコボコにされたけど、これさ、あえて構えたらもう回避使いたくならない。はい、使っちゃうよね。オッケー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 、いいね、一発で瀕死まで持っていけるこのダメージ素晴らしいね。はい、回避使った、オッケー。はい、ナイス、ダブルキル、うめえ。やっぱステータスが高いのは美味しいですね。ここもそのままいける。オッケー、ナイス。これどうしようかな、回復不能はつけられたくないんだよな、だるいんだよな。ただ俺これスキル打ったらワンチャン飛ばないかな、あいつ。ここで飛ばせる説。あー、惜し、いや、惜しくはねえわ、全然。オッケー、使っちゃおうか。どう。あー、けど、オッケー、これ耐えれるんだね、俺。あ、ちょっと待って、それはいかんかも。なんか、生き残されてる。つか、これもステータスがやっぱある恩恵な気はするけどな、俺。だいぶ助けられてる気はする。こっち殴りたい。オッケー、ナイス。はい、いい。大丈夫。あ、待って、仲間被っちゃった。けど、いける、大丈夫。ここでどう？オッケー、ナイス。やっぱステータスって大事だ。ちょっと待って、お前邪魔やな。お前めちゃくちゃ邪魔やな。ここは落とせ。あー、どこ見てんのね。あ、けど、あれ強いぞ。レベル87でもやっぱり強いぞ。オッケー、大丈夫。ここで撃ったら、いやー。あ、けど一回落ちたね。オッケー。一回落とせてるの熱い。これ大丈夫？どうなってる？最大は得られたくないんだよな。めんどくさいから。だけど全然減ってね。やっぱこのゲームっていうか、やっぱステータス大事だわ。どれに関しても素晴らしいね。こんなに機能は余裕なかったよ。全然食らってない。全然食らってない。 OK、 入れ替わっとくか。これワンチャンここ打ったら死なない。相手どう、回避使っちゃう。 OK、 ナイス。強え勝ちで、いやー、いいな、これ楽しいな。ワンチャンあのロジャーをさ、落とせない？アイナイス、完璧。ワンチャンあのロジャーをさ、落とせない？アイナイス、ワンチャンあのロジャーをさ。いやー、いいね、一戦目から MVP。 ただ俺には何もできなかったね。よし、二戦目よろしく。あ、ちょっと待って、なんで、普通に操作ミスった。マジで全然格好がつかない。いや、今回は俺無双する予定だったんだけどな。俺、じゃあちょっと待って、痛くない？ダメージさっきの方が全然動けてるんだけど俺、普通に。オッケー。あ、けどやっぱ捨てはいいね。捨ては強い、マジで。どう、落ちない？あー、けどガヤグらしいな、お前。いや、すげえ微妙な感じになってんだよな。待って、やっぱ旗守る性能はすげえ高いんだけど、戦闘、ええけど、戦闘も高いはずなんだけどな、能力。オリンはすげえ戦闘も優秀のはずなんですけどね。あ、ここいけんぞね。オッケー、壁裏でも熱い。オッケー、落とせる、ナイス。これ、待って、ちょっと死ぬかも、俺、これ。痛え。いや、ちょっと待って、本当に死ぬ。あ、死ねる。ちょっと待って。もう、オリンやめていい、俺。俺やめて。あ、待って、やらかしたかも。あー、仲間ナイス、ありがとう。そっちにタゲ持ってってくれただけでもありがとう。めちゃくちゃありがとう。いて、一旦離れたいね。けど死なんな、俺。けど死なんな、言うて。オッケー、ここはジャスト回避もらう。ここで落とせるんじゃない？オッケー、ナイス。すげえ。とりあえず、オッケー、これで落とせる、ナイス、強い。いや、強くね、やっぱり。やっぱりステータスって美味しくね。これさ、もう構えといてさ、二段チャージで撃ち落とせるから。ワンチャンいける？あ、待って、お前と被ってる。オッケー、ナイス、大丈夫。ここで、スキル撃つ。オッケー、ナイス。S 山強よ。どうしよっかな、俺、かけら使って100にしようかな。もうちょっとで100になるんだよね、確か。あ、ここワンチャンそのままいけない？あー、回復されてんのか、お前、いいな。けど、俺の火力はこれで上がるからね、おかげで。あざーす。そう、SM はスキル当てたら火力が上がる特性だから。待って、この技そのまま落としたい。あー、マグマナイス。どうしよっかな。これ、ヤマトの方に変わっとくか。どうせスキル溜まってるもんね。いや、これさ、ダブルキャラのヤバさってここだよな。スキルのね、回転がバカ早いんだよね。
けどやっぱ強いぞこれ。ステータスガチ大事かも。あー痛いけど死んでないもんね。痛いけど死んでないもんね。いけるどう。はい、オッケーナイス、強い。いやー強っ。あと一人誰か取ったら終わるんじゃねこれ。そこ仲間ワンちゃんいける。あー、いける、ナイス、あざす。いやー2連続 MVP、 つまりそういうことよ。オッケー、ちょっと次さ、一旦逆にこっちから行ってみて。逆にね、さっきまでずっと俺にスタートだったわけじゃん。あえてこっちから。どう相手。とりあえず俺ね、スキル当てたいんだよね。とりあえずスキルを当てて。おー、怖っ。あ、いける？オッケーです。あ、けどやっぱいいわ。もうだって火力上がってない段階でこれだもんね。ここいける？おっ、あー、ジャスカもらってるけど割合回復が強い。オッケー、いける。ここ落とせるかも。一回落ちたいな。もう落ちたいってんだ。落としたいな。危ねえ。危ねえ。けどもう、落とせる。どう、回避使う。あ、いや、これはいける。これで当てる。オッケーです。1落ち。 いやエンマのさ、この回復の特性ってガチで強いな。優秀。ちょ邪魔だな。ちょ邪魔だな。オッケーです。仲間よろしく。こっちに切り替わる。待って、あれ落としたいんだが、もう。あ、いける。これは落とせる。スキルで落とす。あれ、仲間ナイス。どう、あ、待って、死ぬやつ。おえ、死なねえの。え、けっ、いやけどやっぱさ、ステータスが高いから耐久面も優秀なんだよな。あ、怖っ。壁虫じゃなくてよかった、あれ。いった。いや、そういうことだろってね。さっきまでこれ逆パターンだったもんね、完全に。今回ならこっちが動けるんじゃねっていう。あー、全然死んでねえ。あれ？けど、これで落ちる。あ、ナイス。いいね。来た。ついに、ついに。ここからだ。どう？いや、相手の方が早いんかい。いや、確かにダメージ的には全然食らってないんだけど、ダメージ的には全然平気なんだが、ここはつかないよね。殴られてんのこっちだしね。とりあえず回復するか。このちょっとだけを回復して防御虫勝ち込みたいところ。いやー、けど俺全然食らってねえな。あれ全部受けてこれなの。強っ。あ、ここワンチャンいけない。あ、オッケーオッケーオッケー。奥いけてるね。美味しい方に行ってる、美味しい方に行ってる。けどやっぱ、うん、強いは強いよね。あんま死んでない気はする。だからダメージがそんなに重くない気がする、体感の。とはいえ、キルは少ねえな。どうしよう。とはいえ、S山の方がなんか、圧倒的にこうね、無双できたというか、最強って感じがすげえしたよね。あ、ちょっと待って、これ、俺死ぬやつじゃない？これちょっと待って、死ぬやつだよねー。ごめんなさい。いやー、ってことで参戦。俺になんかした？確かに S 山はね、あの動画の趣旨的には、俺には全く動けてなかったけど、結局、ステータスではぶん殴れたね。圧倒的に。3試合目何があったんだろう。めっちゃ事故ったね。まあ、ってことでね、今回も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったらね、チャンネル登録して、他のバウンティーやってる友達とかにもね、進めてみて。ってことで、また他の動画で、バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。今ね、ここに出てる動画もね、面白いはずなんでね、他の動画とかもね、探してみてもらえると嬉しいでございます。ショート動画だったりとかの TikTok の方にもね、時々投稿するから、もしよかったら。で、リクエストとかあったらコメント欄へ。ってことで、じゃあまた次の動画で、まあ、ライブなり、他ので、バイバイ。